ビッグレンズのソシャックメンです。久しぶりにちょっと紛れ子のね動画をやっていこうかなと、まあ、紛れ子とかは別にやってますよっていうのと近況報告的な感じにしたいなと思って、この3体か、噂編成でしょこれ。そうで、ちょっと動画があんまりね撮れなかったんだけどね、まあ、普通に忙しかったっていうのもあるけど、まあ、単純になんかいろいろ他のことやっててできなかった感じかな。他のゲームをやったり、そう、ゲームもやってたけど結構アニメとか見てたんだよね、なんか。そう、休みの日がもう大体ゲームか、あ、でもゲームも紛れ子以外のゲームをちょっとやってて、なかなかちょっとできなかったっていうのがね。でも別に紛れ子やめたわけじゃなくてね、結構ね、普通にやってんだよ。普通にやってて楽しんでるんだけど、まあ、動画にするようなほどのことはやってなかったみたいな感じな。あ、こいつの攻撃力結構あったな。これでいこうかじゃん。そう、第2部っていうかね、プロミストブラッドがすごいやばかったね。死ぬ感じがね、もうほんと、マギアレコードっていうか窓マギって感じがして、よかったな。なんかまあ、相変わらず選択肢選ぶと、普通になんかいきなり死ぬような要素はあったけどね、いわゆるアチチ的な感じで。結構高速とかやってきてピンチになってんな。これちょっとやばいな。でも、おかげでガハラディスク揃ったんで、ここでこれを打っておいて、倒せるかな？ちょっといきなりもうこれ第1話からむずいみたいな。そう。プロミストブラッドのね、キャラクター結構、このキャラいいなってやつ結構いるんだけど、まだガチャに搭載されてないので、それでガチャ動画も全然やってなかった感じかな。なんだっけな。名前読めないんだよね、基本ね。漢字が難しくて読めないんだけど、とりあえずね、青ちゃんはいいね。で、ガハラで、ガハッと言ってもらう。どっちがいいんだろうな。まあ、いっか。これでいっか。さ。サバイブ強いよね。そうそうそう。何の話したっけ？そうだそうだ。最近の近況としてはそんな感じかな。ゲームをやってるんだけど、ゲームをやってるとか、ゲームをね、やる時間がうまく取れないみたいな。そうそうそう。あ、よかったよかった。クリアできてよかった。なんか、いきなりもう死ぬかと思ってやばかったな、今。これ結構欲しいなって思えるキャラが何人かいて。あ、絶好階段の噂か。そう。急ぎで撮るってこともないなっていうのと、またなんか復刻とかで例えば物語シリーズのやつとか来たらちょっとそっちをやりたいので、もう純粋にそれが理由で全然ガチャ動画も出してない感じかな。そう。まあ、ガチャ動画はね、まあ、単純に、あ、間違った。いらんか、これ。これいらんかったな。そう、ガチャ動画は別にそんなにね、ガチャ回す余力がないので、ここぞという時に回そうとは思ってるんだけど、まあ、紛れ子の動画自体も全然撮れてなかったね。そう、パソコン版になってからね、これパソコンで撮れるからね、楽になったんだよね。だけどなんか、ちょっと、いろいろね、パソコンのゲームの、なんか、スチームのゲームとかめっちゃ最近やりまくってて。そう。ゲームをやる時間がゲームによってそがれるっていうね、謎の状態になってるんで、それで結構ね、他のゲームの動画もなんかまあ、でも上げれてるかって言ったらそんなでもないんだよね。なんか配信になっちゃうんだよね、どうしてもね。なんか動画の編集する時間がほんと取れなくて、これ撮ってるけど、またこれ編集しなきゃダメやん、みたいな。それでなんか、最近全然編集してないから、ちょっと、もう編集の仕方忘れちゃうからね、そんなことしたらね。で、それも困るんで、しっかりね、ちょっとこのね、この動画だけじゃなくね、日常的に編集したいなって思ってるね。そう。まあ、配信もいいんだけどね、やっぱ配信って時間とか、あとなんだろうな、事前に告知しなきゃダメで、予定がなかなか今日休みだっていう風になってる時に、休みの日にやれるかって言ったらそうでもないじゃん。
っていうのがあってね、なかなかね、最近動画自体が上がってないが、生きているみたいな。このままいけるか。これでどこまでいけるんだろうな、この2体編成で。そろそろ厳しいんじゃないか。イロハとヤチ、うわぁ、何この三角関係。こういう風にね、配置できるのってほんとマイティクロスだけしかないからね。とりあえずイロハがガンになりそうなんで、しかもこの中心をね、バカめ。その真ん中に座ったということはこういうことだ。これで死んでもらおう。まあ、ちょっとこれ2つに分けてもいいしね、どうせなら。どうせならなんなら2つに分ければいいし。そう、なんか結構編集するのがね、時間かかっちゃうんだよね。多分やり方が下手くそだからと思うんだけど、だいたいなんか1個の動画作るのになんか、その撮った時間の時間と同じか、倍ぐらいはかかってると思うんだよね。だから1時間の動画なんて撮ったらもうさ、2時間かかるからさ、編集に。そうそう、そういう感じなのさ。そう、で、プロミストブラッドのキャラが結構ね、よかったなと思って、まず、青ちゃんがまず欲しいでしょ？あとなんだっけ、ユーナかわかんないけど、主人公級のキャラ、角生えちゃうやつね。これネタバレとかしちゃうけど、大丈夫かな？そう。角生えちゃうやつがめっちゃいいなと思ったのと、あとサクヤだね、目玉超でかいみたいな。サクヤもね、結構ね、全然なんか、そんなになんか目ん玉でかいけど、でかいってなるけど、なんか別に最初の出てきた瞬間はビビったけど、なんかそれ以降別に違和感ねえな、みたいな。違和感ないったら嘘になるけど、なんだろう、そんななんか、気になんなくなるんだよね、なんか。それがなんか、だから意外となんか別に普通だった。ネットだと結構、目がでかいのがちょっと気持ち悪いみたいに言われてるらしいんだけど。お、あと2個か。なんかこのままやっちゃうか。なんか思ったより簡単だったな。あー、熊のやつね。この、女王熊の噂のさ、この下のネジみたいなやつ、あるでしょ。なんかね、パソコンのね、ラックをなんか、100均で、メタルラックってなんか組み立て式のやつがあるんだけど、それでね、パソコンの台を作ったんだよね。台を買うときに部品間違ってて、なんだろう、そのラックの一番上の部分が、本来なんかこういうネジ剥き出しじゃなくて、ここのなんか、先がなんか丸いなんて言うんだろうな。なんかちゃんと先っぽだよって感じになるはずなのに、なんか連結用の部品買っちゃったから、このなんか、この女王熊の噂みたいになってんだよね、パソコンの台が。そう。それだけなんだけどさ。そう。それだけのことに今めっちゃ時間かけちゃったな。そう。やっぱ喋れなくてもなっちゃうので、やっぱ定期的に動画撮らないとダメなんだよね。そう。で、まあ、それはいいんだけど、倒せるかこれ。毒でいけるか。結構やばいな。じわじわ減らすことはできるけど、こいつ回復してやがるからな。そう、このなんか、ネジ見るとさ、もう、パーツを変えな、間違ったことを思い出すからちょっとやだな。よし。で、結構ね、ゲーミングパソコンで、今これパソコンでやってるんだけど、まあ、ゲーミングパソコンってただ自分で部品選んで組んだだけなんだけど、もう紛れ子の動きがめっちゃヌルヌル動くぜってね、ずっとや、最近はね、パソコンでやってること多いね。そう、なんかiPhone とかだとなんか、処理落ちする場所が処理落ちしないとか、そんな感じなんだけど。そう、あ、ホーリーマミのコネクトって結構優秀なんだね。おー、いいね、いいね。このまま倒せるか。いけるかなー。痛いです。おお。大丈夫か。ああ、瀕死の状態だな。まあ、瀕死状態だけど、なんとかなるかな。これで。さあ。ホーリーマミの実力、見せてもらおうか。
やっぱちょっとダメージは通りにくいんだね、属性とかないと。まあでももうちょっとだからなんとかしのげるかな。ガハラさんがちょっともうやられちゃいそうだ。やべ。あー。ガハラさんやられる瞬間なんかさ、バナナ踏んで滑った時の、結構横に倒れてるように見えたけど気のせいかよ。化け物語の第1話みたいな感じで。気のせいかもしんないけどな。倒せるかな、ちょっとギリギリというか、なんか状態異常系食らったらやばいかな。ああ、よかったよかった。いやー、さすがホーリーマミだな。おし、銃で終わりかな。ちょっとこのクーホムとガハラで。ああ、最後こいつらなんだね。なんでこの、後ろの方にちょっといるんだろうね。いや、これちょっと大変そうだな。ウイちゃんをしっかり狙って、こう巻き込む感じでね。巻き込みながら殺すんだ。うん、硬いですね。あー、やっぱりかばってくるか。やめろ。そう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 。で、さあ、ガハラで。ホムラでガハラとコネクトして。お、いいぞ。あ、守ってきやがった、こいつ。おし、いいね。スタンが効いた。フユがスタンしてると。フユが動けなくなってんで、ちょっと、すかさず狙いたいところだが。あ、こいつもスタンで、スタンと毒か。あぶね。ちょっと怖いね。浮遊を浮遊させるのが先じゃないかな、これは。で、浮遊した後にこいつの方にすぐ向かっていくようにするか。回避されるんだったら、これ一回だけ叩いて、ここにね、充填して、充填的に。守ってきた。また守ってきやがった。くそ、計画が。あ、うぜうぜ回復しやがった。アリナグレーなんとかしないと負けるな、これきっと。ただこいつらがすごい邪魔してくる感じがやばい。ここを叩くと。で、巻き込んできたら自動的にレナに攻撃当たるみたいな。これでいいでしょ。さ、毒もあるからな。毒の銃弾をくれ。これ毒の銃弾でしょ。食らったら毒になる。当たったら毒になるってやばい。銃弾に当たっただけでも一大事なのに、さらに毒までついてくるからね。回避やばいな。あ、つか、やべ。インフィニットポセイドン見てなかった。マジか。大丈夫か。死ぬなよ、ホムラ。おしおし。あぶねえ。やばいやばいやばい。こいつの攻撃、怖え。あー、死んだ。まずいですね。非常にまずい。これ倒せるかな。ちょっとね、微妙な感じだよね。いけ、もう一発クリティカル。おしおし。レナをあとは、いってえな、これきついな、死ぬな、これ。死んじゃう。こんな声を張り上げてもね、死ぬときは死ぬからな。くっそ、ダメだ。このハンマーじゃ全然歯が立たない。終わった。まあ、ちょっと死ぬとこは見たくないので。やめろ！え、うわ！終わった。見まごうことなき終わりだな、これは。一応ちょっと最後にね、フユを買っちゃえて終わろう。フユを買っちゃえてリタイアしてやる。よし、倒した。最後どうなるんだろう。あー、終わったね。ここでリタイアしよう。あー、やばいな。火力がないからちょっと次攻撃されそうだな。うわー、めっちゃ食らっとる。あー、マジか。アルマド様が、神が死んだ、だと。あー、ダメだ、もうちょっとこれでやめよう。ちょっと一回時間ないんで、もうごめんなさいって感じで。これ倒せないかな、なんとかして。うわ、もう絶望的な状態だ。あら。
何の成果も上げられませんでした。せめて、ウイちゃんだけでも始末して。ダメか。それすら叶わないのか。この回避がうぜえわ。ちょっともうぐざってきたから、ちょっとこのぐらいにしとこう。あー、やられてしまう。あー、終わりましたね。あっけない幕切れだった。これはもういいでしょ、もう。さすがに。おし、ちょっとね、中途半端なんだけど、10がちょっとクリアできないというか、時間がなくなってしまったんで、このぐらいにして、動画の頻度は低いけど、一応やってましたよっていう感じで、まあ、次のガチャとかでもしこのね、青ちゃんとか出てきて、普通にやりたいなと思ってるんで、まあ、その、次のイベントの内容次第かな、ガチャ動画出るかどうかとかは。って感じでちょっとね、引き続きね、また、やっていきたいと思います。じゃあ、またの全ての魔女はこの後に私の祈り、みんな信じて、夢と希望を絶望する必要はないよ。それよ、絶望する必要はないんだよ。